4年前紙一重の差でオリンピックを逃し、一人沈黙の涙を流した神谷がインスタート。そしてアウトには世界に誇る日本の希望です、小平奈緒。生まれ育ったここ長野でオリンピック金メダルという約束の文字を刻みます。いや、2人ともいい反応です。さあ、初の代表を目指す神谷に対して世界女王最速小平の挑戦。小平選手が前に出ました。10秒2。あー、来た、10秒28。早いです。これは早い、はい、小平選手はもう世界のナンバーワンですから、その滑りを見せつけてます。オリンピックでなければそれでいい、そう話した小平。あっという間にこれは神谷に追いつく。安心して見てられますね。さあ、オリンピックで大輪の花を咲かせるその第一歩。ここから伸びてきますよ、小平選手は。小平が約束の金メダルを掴むための大きなレース。37秒13。リンクレコードと国内最高ですね。リンクレコード国内最速、素晴らしい。こういった大きな大会でこのタイムは非常にやっぱり素晴らしい、強いです。あっけらかんとしたこの表情、出して当たり前、そんなようにも見て取れますが、一歩一歩努力の積み重ねですね。そうですね、やはりあの世界のトップに立つためにやるべきことを全てやってきたという結果ですね。世界の壁というのを一番に感じてきました日本のエース小平です。もうこの反応が本当に素晴らしいです。体のキレもいいですね。あのかなり筋力トレーニングも体をいじめ抜いて行ってきたそうですね。そうですね、今年はあの一段と体の締まり方というか、お尻の位置も違いますので、見ただけでトレーニングをかなりしてるんだなというのはすぐ分かります。この500リンクに立った時点で事実上オリンピック内定という小平ではありますが、やはり地元長野、さらに自身のマークした国内最高を上回る走りを見せてくれました。